10万本のひまわり畑を走り去る黄色い新幹線。子供が新幹線が好きで、すごく喜んでました。JR 東海の検査用車両、ドクターイエローです。新幹線のお医者さんとも呼ばれるこのドクターイエローは、およそ10日に一度、東海道・山陽新幹線で線路の歪みや電気関係の設備の状態などを点検していて、その走行する時間は時刻表に載っておらず、いつ走るか分かりません。そのため見ると幸せになると言われ、鉄道ファンに長く親しまれてきました。普段なんかこういうドクターイエローが頑張って走ってるからこそ、私たち安全に新幹線乗れてるんだなって思えてよかったです。これは去年初めて開かれた大人限定の初の乗車体験会の様子。200人の定員に対しておよそ2万人の応募が殺到しました。奥さんと2人ともドクターイエローのファンで、2人で申し込んだんですけど、私だけが当たってしまったんで、すごくラッキーだったと思います。そのドクターイエロー、 JR 東海と JR 西日本が1編成ずつ所有していますが、JR 東海は来年1月、JR 西日本は2027年以降をめどに引退することを発表しました。子供が乗り物が好きなので、一度も本物見たことないので、見れないまま引退すると残念だなって。できれば一緒に見て、ね、写真とか撮れたらいいんですけどね。幸運を呼ぶみたいなイメージはありました。子供の頃の憧れもあったので、ちょっと寂しい気はします、ね。また鉄道ファンが多く集まる愛知県一宮市のカフェでは、子供さん含めてね、結構不安が多いんですよ。昔は本当に情報が少なかったから、だから会えると幸運だなというね。そして名古屋市港区のリニア鉄道館でも、見れたらこうハッピーイエローみたいなのがあったからね、なくなっちゃってっていうのはちょっと寂しいなと。こちらにはかつて使われていたドクターイエローが展示されています。黄色っていうのがなかなかないものですから、もうまずはパッと正面を見ていただいたときに、ドクターイエローだと言って喜んでいただけてますね。目を輝かせて来ていただけるので、すごく親しまれてるなと。ドクターイエローは1974年にデビューし、2001年からは現在の700系仕様のものが使われていますが、設備の老朽化が引退の理由だということです。もともと夜間などに保守点検を行う際、視認性が良いことから、そのボディは黄色が採用されていましたが、引退後はのぞみなどに使われている N700S に専用の機器を設置し、乗客のいる状態で設備点検を行う予定で、目を引く黄色の新幹線はこれでお別れとなります。 JR 東海はこれまで支えていただいた皆様への感謝の気持ちを込めて、イベントの実施や記念グッズの販売などを計画しているとしています。